北山公園は東京都東村山市の口町にある公園。北山公園地図、西部西部沿線を間に挟んだ八国山緑地のふもとに2万9千平方メートルにわたって東西に広がる都市公園である。花あやめの名所であり、最盛期の6月には170種類、7千株10万本が花をつける。またこの時期には東村山勝負祭りが開催され。 スタンプラリーや地元産品の即売会など各種の催しが開かれて園内は賑わいを見せる。西武鉄道でもこの期間、特急、小江戸東村山駅に臨時停車させていた時期があったが、現在では定期の特急列車自体が東村山駅に全停車となっている。花屋目の他にも、菜の花や蓮、悲岸へ、 コスモスなどそれぞれの季節で様々な花を楽しむことができる。また、園内の池には多くの野鳥も集まる。東村山市立北山小学校が隣接しており、公園敷地の西側は北山小の授業で使われる田んぼとなっている。現在の公園がある土地はもともと水田地帯であり、1970年代前半より不動産業者によって開発が進められつつあった。 これに対し、東村山市は自然環境保護の観点から土地を業者より買い戻すなどして用地を確保し、1976年1月に都市計画公園として北山公園の設置を決定、花あやめなどの植栽を始めた。1982年には都民の非制定30周年を記念してこの年に定められた新東京百景の一つに選ばれた。 1989年に第一回勝負祭りが開かれ、以後毎年開催されている。かつては北山小西川の管理事務所内に埼玉県所沢市より築された江戸時代末期の茅葺き民家が存在し、市指定の有形民族文化財であったが、1999年に放火により消失した。跡地は現在、八国山の体験学習施設、八国山田。 意見の里となっている。駐車場は用意されていない。ありがとうございます。